体操競技の一つであり、音楽に合わせ、技術や芸術性などを競うスポーツである。競技としては男女同じ会場で行われ、団体1種目、個人4種目と女子と体を成す構成だが、内容はタンブリングを含むなど、男性らしいものになっている。男子新体操は日本発祥で、主に日本だけで行われている。男子新体操競技には、個人競技と、 団体競技とがある。両者とも音楽に合わせて13メートル四方のフロアマット上で演技をし点数を競う。女子の新体操とは違い、宙返り等のアクロバティックな動きが禁止されておらず、むしろ男子ではタンブリングは規定動作として行わなければならない。日本国内では日本体操協会などが主催するいくつかの競技会が行われている。全日本ジュニア、全日本、 高校選抜大会、全国高等学校総合体育大会、全日本学生新体操選手権大会、全日本新体操選手権大会などである。競技会は、おおむね男女同じ会場で行われる。会場内に、女子用のマット、男子用のスプリング入りの床が設置され、交互に演技が行われる。2016年現在、男子新体操の競技人口は、ジュニア、 中学生、高校生、大学生、社会人まで約2000人で、そのほとんどを高校生、大学生が占める。近年、競技会だけではなく、新体操部の卒業生などで結成されたパフォーマンスチームの講演活動や、その他のイベントへの出演などが行われるようになった。2013年には、デザイナーの三宅一生が企画した。 青森大学男子新体操部の講演が東京、代々木国立競技場第二体育館で行われた。またそのドキュメンタリー映画、フライングボディーズが制作された。シルク・ドゥ・ソレイユも男子新体操スカウトを派遣するなどしてに注目しており、数名の選手が大学卒業後にシルク・ドゥ・ソレイユへ参加している。YouTube には多くの男子新体操の動画がアップロードされている。 女子の新体操競技とは違い、男子新体操は日本発祥の競技である。1940年代に体力と健康を改善することを目的として始まった団体都市体操が始まりである。かつて団体の規定演技が存在していた。国民体育大会でも行われるようになったが、2008年を最後に休止されている。現在のところ、国際体操連盟には、 競技種目として認められていないが、2000年から本格的に指導者を海外に送り、2003年に日本、マレーシア、韓国、カナダが国際大会に出場し、2005年にはアメリカ、オーストラリア、ロシアなどが追加出場して国際化が始まった。しかし、普及活動の規模、予算、人材不足などの困難により父として進んでいない。 日本体操協会では、男子新体操とアクロ体操の融合を試みたが、うまくいかなかった。今後は公演などの形をとっていくのかなど、課題は多く、見通しが立っていない。一方、ロシアでは、日本式の男子新体操を取り入れる動きも出ており、一部で大会も開催された。国際改善に、国内での普及も課題だが、 体操用の床が高額なことなど、非常に課題は多い。1億人の大質問笑ってこらえて。が、日本列島部活動の旅の第2編として2004年12月から、男子新体操を取り上げたことにより知名度が高まった。鹿児島実業高等学校はコミカルな演技や、内容でたびたびテレビ等で取り上げられ、男子新体操での知名度は、かなり高い。 2010年4月から6月に TBS 系列で男子身体操部をテーマにしたテレビドラマタンブリングが放送された。また2021年4月よりフジテレビにてアニメバクテンが放送されている。6名で行う。演技時間は2分に45秒から3分で主具は伴わない。採点は構成10点と 実施10点の計20点満点で行われる。都市体操と展開系で構成される。構成点は、振り付けや動きの組み合わせのうまさ、タンブリングの難度など、演技自体の構成がどれだけ高度であるかを評価する、点数である。一方、実施点では、ミスの有無や意図された、構成の再現度、選手の動きの質の高さなどを評価する、1名で行う。 演技時間はおよそ1分30秒弱で演技は主具を伴って行われる。主具はスティックリングロープクラブの4種である。リボンフープボールは男子新体操では使用しない。リングはフープと異なり内径4 1トルの輪を日本一組で用いる。採点は構成点10点と実施点10点の計20点満点で行われる。個人で どの種目を演技するかは大会によって異なる。昔はリングはなく、代わりに都市という種目を含む4種目であったが、2000年頃までにリングへ移行した。呼び方も2002年までは、スティックが、棒、リングが、輪、ロープが、縄、クラブが、こ棒だったが、2003年に英語名に変わった。長野カップでは2012年1月第16回大会より、 キッズ選手権が開催されるようになったが、キッズ選手権の種目は、都市である。オリンピックの正式種目としての採用が、悲願とされるが、2016年、リオ五輪の閉会式における時期2020年、東京大会への引き継ぎセレモニーで、青森大学男子新体操部員、約20人が、ダンスパフォーマンスを行った。高校、大学の各チームは、世界各国に招待され、 フェスティバルデルソーレ、ガーラなどで演技を披露して、大きな反響を受けている。全国高等学校総合体育、大会体操競技、新体操大会全日本学生新体操選手権、大会全日本新体操選手権大会、全日本ジュニア新体操選手権大会全日本、新体操ユースチャンピオンシップ。ありがとうございます。